いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。おお、豚骨じゃな。チャーシューをさらに焼いて炙るのかって視線外しておるうちに丼が出てきておるわ。揃ったわ。ついに参るぞ、チャーシュー。溶けた。歯がいらぬ。新緑の季節。階段の上からこんにちは。もうすぐ梅雨が来ますね、奥さん。今日も京都でデカ盛りじゃ。冒頭から決まったの。ということで再びやってきたわ、ツタジュー。誤ってツタシゲって呼んでた頃が懐かしいの。ツタジューの店主は元気かの。いざ。ご無沙汰。そうそう、このお店にはダンベルがあるからの。大概のあるラーメン屋よ。ふんふん、いつもより多く鍛えております。頼む。わからないんでしょ、任せるんでしょ。何、武士のためにチャレンジ用意してます。頼む。挑戦状受けて立つ。出た、店主菜の高こだわりのチャーシュー。どんなチャレンジで来るか楽しみじゃな。おお、豚骨じゃな。綺麗な一杯となりそうじゃな。チャーシューをさらに焼いて炙るのか。香ばしい匂いがたまらんざか。すでにうまい。またこの豚を食えると思うと手を合わせたくなるわ。煮卵もたっぷり。って視線外しておるうちに丼が出てきておるわ。さらに豚さんを乗っけてくれるのか。なるほど、豚さんで蓋をして温玉を忍ばせるのか。忍ばせてるところ見ちゃったね。すごいですね。7個分です。白髪ネギを乗せる選択の素晴らしさ。7。揃ったわ。その名も超満腹セットチャレンジ鬼。どこをどう見ても濃厚な味わいであろうことは間違いないの。早くブヒブヒしたいものよ。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。チェイサーでメッツどうぞ。チェイサーでは30分いきたいと思います。用意スタート。よし、チェイサーか。チェイサーとやらから始めるという小意気。
豚骨じゃ。濃厚さはありながら淡麗な軽やかさもあるの。すすりやすき中太麺、食べ応えもスープの絡み方もちょうどよい。ついに参るぞチャーシュー。溶けた。相も変わらずうますぎ剣心。歯がいらぬ。チャーシューの香ばしさ、脂身のコクのある甘さ、どれをとっても最の高ベストブーシスト賞受賞じゃ。反射するほど艶やかな卵。うわ、この色、このとろみ。ほんのり黄身を固めに仕上げておるのが強く味を感じられる。うまい。チャーシューを行ってからの豚骨ラーメンがまたうまい。まさに豚尽くし。家来のディレクターめ、海苔でラーメンが見えないっすじゃと。スープに沈めて美味しくしてやるわ。海苔包みですするラーメンがまたうまい。うますぎて笑けてくるわ。このチャーシューが丼として目の前にドーンとあるとはの。あれ、今拙者韻踏んだ。ニンニク祭りじゃ。人に会えぬぐらい入れてやろうか。うん、ほどほどにしとこうか。よし。ガッチーン。一気にニンニクの嵐。豚骨とニンニクが出会ってしまったデスティニー。食欲が増すこと山のごとし。待っておってね、豚丼ちゃん。よし、解禁じゃ。どこからだ。持ち上げようとしただけで切れよる。笑うことしかできぬわ。むしろ箸で持ち上げるために炙っておるのではないかというぐらい柔らかい。シャキシャキネギでさっぱりするので、よし、チャーシューのうまさが常に新鮮じゃ。ここで白飯。うますぎ剣心。豚丼はチャーシューに合わせた甘だれがかかっておる。かかっておるし、くぐらせておる。脂身と相まってこの甘だれがうまいうまい。白飯にもよく合うことよ。ここで御玉の忍び。約束されたうまいの景色じゃ。
ブヒブヒブヒ。この組み合わせは才の子。よし、燃えてきたわ。スタジュのチャーシューはイベリコ豚を贅沢にしよう。イベリコ豚だからこその甘みとコクがあるわけじゃな。そしてこの豚に合わせるための甘だれ、相当研究したのであろうことがうかがえる。ここでスタジュ店主の思いを紹介します。ラーメン屋としてスープがうまいということは特別なことではなく普通のことです。この辺りは住宅街が多いので万人に美味しいと思ってもらえるような味を心がけています。ラーメンにおいて個性を出すとすればまさにチャーシュー。とにかくチャーシューにこだわって作っています。柔らかいチャーシューなんて当たり前、柔らかいよりも先の溶ける飲めるチャーシューを作っています。あえて言いましょう、うちのチャーシューは溶ける飲める歯がいらぬ。店主の思いしかと受け取ったわ。ご視聴いただいている方々にもぜひ来ていただきたいものじゃ。うむ、本に歯がいらぬほどすぐに消えてなくなる。この技術は素晴らしい。さて、ラーメンのスープは取っておきつつ、豚丼を参ろうか。温玉もたっぷり忍ばせてくれておるからの濃厚なうまさが駆け抜ける。チャーシューに温玉、ずっとトロトロが続いておるわ。すごい、土鍋に白飯がぎっしりと詰まっておるわ。この超満腹セットチャレンジ鬼はラーメン3人前、豚丼7人前あるらしい。物は違えど合計10人前とはなかなか食べ応えのある強敵じゃ。店主もハラハラと見守っておるわ。食い切ってみせようぞ。豚骨スープで喉を潤しつつ食べ進める。
永遠に豚の旨味が続くこの食べ方、まさに優越。うまいぞ、うまいぞ。しっかりニンニクを入れたからの飲むたびにガッテッとくるが、ついつい何度も飲んでしまうの。すごい、まだまだあるの。こたびの飯戦はやはり豚丼の攻略が肝じゃ。しかし拙者の作戦はハマっておるはずじゃ。麺が伸びてしまう前に、おいしくいただけるうちにラーメンを完食し、スープを飲みつつ飯をかっこんでいく。チャーシューは温玉でよりとろけておるので喉の通りが良い。白飯さえ攻略できれば勝てるはずじゃ。勝ち時を上げてまいろうか。ここまで来たらもう完食は目の前。時間も特に気にすることもないの。ただひたむきに食していくまでよ。前に来た時ほどではないが、こたびも汗びっしょりじゃ。たまに吹き抜ける風が心地よいわ。メッツも会員させてもらう。炭酸きつ。よきシュワシュワが熱くなった体を冷ましてくれよりは。完食じゃ。30分切ったということで、お気持ちはいかがですか？やばいっすね。これちょっともう次の考えだけダメですね。またちょ挑戦状出さないとダメですね。待っておる。次は負けないぞ。楽しみにしておる。また再びこの地に来るのが楽しみでならんわ。